はい、今日ね、2人で3問ずつ交代しながらチームで戦うんですけども、それ出てくる問題がこの、今日はこの3つです。足し算積み木っていうのは、こう積み木が積んであって、足して4にするにはどうするって、はい、これは3をポンって跳ねるか、2と1を跳ねたらいいですね、はい、お絵描きスタンプというのがあります。これは上の絵と同じになるようにこの手のところについたキャラクターを置いてくださいって、これはちっちゃい魚が出てくるのでここに置くとピンポンって出てくるんです。これ2つ続けて出たり3つ続けて出たりしますから、それから型抜きブロックって言ってます、はい、これはどれかを消してストンって落ちた後上と同じ形になるように、はい、だからこの赤い丸のついてるやつを消すと同じ形になる。はい、すごく簡単です。これはでも現役女子高生有利じゃないですか。です、ね、納得的に有利でしょうね。サンタさん勉強はバッチリ。中井さん経験あるみたいなんで、経験あるじゃあ僕がその有利な、女子高生と言いましょう。それ今の言い訳っぽいですよ、ちょっと。まあいいです、はい、さっきはね、40代同士で頑張りましたから。じゃあペアを交代して、私がじゃあ、はい、こっちに来て、じゃあこちらにハンターさんが、はい、こちらに来てもらって山本さんと来ていただいて、じゃあやりましょうか。これで、あ、もうちょっとこっちにも、はい、ここがすげーですよ、はい、うわー、これじゃあペアで山本さんとタンタンさん、はい、私と杉山さんのペアで対象するんですね。じゃあ、はい、よろしく。私が先に、ね、3問ずつで交代。3問ずつで交代で12問、はい、分かりました。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、あ、私の手はそこです。あ、はい、よーあ、しちゃった。楽しみ楽しみとか言いました。ねえ、喋るんですよ、このリモコンが。え、何、同じ形に、私の手はどこに行ったら、はい、すいません、はいはい、足して5。え、何、あ、勝てる、勝てる、交代です。四人で。何？それがいる。すごいすごい。すごいかもしれない。なんとかレスキュー。して四人。はい。星ですね。星二つ。魚魚魚。逆になってる。右下。あ、また交代です。移りましょう。あ、上下が反転してます。よし、6にします。はい、答えです。形にする。6、早い。よし、5に。いい感じ勝負じゃないですか。形に。何？あ、そうそうそう、やったー。あ、ちょっと勝った。やりました。すごい嬉しいですよ。もうキラキラしてますよ。負けはまた負けっぽくて、楽しそうな表情ですね。楽しそうですね。A を押すと勝った方の柔らかどう発表。そうですね、じゃあ両方ボタン押してください。じゃあ A を押して、はい、A を押す。さあ、じゃあ私たちの柔らか度が、はい、柔らか度は発表してもらいましょう、うん。そうか、僕らも言ってくれるさんですよね。素晴らしい。悲しいですね。でも貼って帰っていいっていうことですかね。そうですね、それなりのことですね。へぇ、はい、それなりなんですか。ちょっと楽しい。いやー、悔しいな。やってる時も面白いけど、喋、はい、ってくれるんですね。早く早くとか、そうです、楽しみ楽しみとか言いますから。頑張れ頑張れ、早く早く、うん、可愛いですね。可愛いですよ、うん、でいろんな組み合わせでみんなで遊べるんです。へぇ。